北口縁山駅は山梨県甲州市縁山上尾沿にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO37。南口から単式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線と合わせて2面3線を持つ地上駅である。下りホームにはトレーンスイート式島の乗客用ゲートがある。また2番線の勝沼武道橋駅側に夜間、 車両を留置する。また、東山梨駅側に保守車両用の残し側線がある。京城駅舎を持ちその内部には、コンコースのほか独立した待合所、出札窓口や改札、自動券売機などが設けられている。直営駅で管理駅として、甲斐山戸駅、勝沼武道号駅、東山梨駅、山梨市駅を管理下に置いている。また緑の窓口も設置。 待合所の内部には、ニューデイズ・キオスク公衆士観光案内所が設けられている。駅舎には南北に出入り口が設けられておりそれぞれ、南口、北口となっている。特急列車は、あずさ朝夕に往復と、一部の臨時を除くすべての開示が停車する。2番線は、特急列車の接続、通過待ちと甲府駅等駅間の普通列車の折り返しに使われている。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1299人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。北口にある肝臓屋敷延山の中心部であり、南口、北口とも駅前にロータリーが整備されている。賑やかなのは南口側でバスやタクシーも多い。また、大菩薩霊や大田湯峠、 西沢渓谷などの登山の玄関口にもなっている。南口駅前ロータリーに、山梨交通、公衆市民バス、山梨市営バスの路線がそれぞれ発着する。なお、当駅に発着する公衆市民バスは12月31日から、翌年1月3日まで、山梨市営バスは1月1日、1月2日にそれぞれ運休する。北口駅前ロータリーに、 英和交通の路線が発着する。演山駅南口から徒歩やクロップンの場所にある。富士急バスが運行する高速バス。甲州ワインライナーが発着する。なお、高速バス乗車券は駅前の高州タクシーで販売している。特急、あずさ、開事の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。